はい、渡辺芳です。今回はね、スタート記念パスファインダーパック解説のプレイ実況をやっていきたいと思います。はい、頑張るぞ。パスファインダーパックはね、2017年11月17日金曜日までの期間中にワールドオーツにログインするとローンチ参加記念品として獲得できるものになってます。これ内容がね、ヘルメット、コーリングカードで、ボーナス武器経験値プラス手段経験値、ボーナス手段経験値か、ボーナス武器っていうのはダブル武器 XP トークン、あ、トークンじゃない、ブーストね。ダブル武器 XP のブーストで、師団ダブル XP のブーストね。で、あとサプライドロップかける3、これノーマルドロップだったと思うんだけど、ノーマルドロップかける3個が特典としてついてくるんでね。これ絶対ログインした方がいいんでね、まだ購入してないっていう方はね、できれば11月17日にねまでに購入してログインすることをお勧めします。っていうのはね、ボーナス武器経験値と、あと手段経験、ボーナス手段経験値はね、チャレンジとかでも入手できるんだけど、あ、サプライドロップとかもね、このパスファインダーパックのヘルメットとコーリングカードはこの期間逃すと入手できないと思うんでね、多分。なので欲しいっていう方はね、11月17日までに購入してログインすることをお勧めします。まずこれやり方としてはね、心情調書ね、これ今師団になってるんだけど、これね、師団放映になってるんだけど、心情調書、今回のパスファインダーパックの、まずヘルメットの方から、スペシャルヘルメット。これベータなんだけどね。こちら、パスファインダーヘルメットになります。SHG、今回のワールドオーツン開発元のスレッジハマーゲームズの省略になってるんだよね、これね。頭文字取って。SHG、スレッジハマーゲームズでね。はい、こちらね。パスファインダーヘルメット。で、次、コーリングカード、スペシャルね、こちらも。これはベータなんだけど、こちらね。こちら、2017年11月3日ということでね、これ、ローンチ記念、開始日なんだよね、これね。コール・オブ・デューティー・ワールド・オーツ・スターターパック。コーリングカードっていうことでね、エンブレムはつかないみたいでね、エンブレムはないんだけど。で、受け取り方法が、これ受け取り所、司令部のね、受け取り所で受け取れました。これ通常この給料だけなんだけど、右側にスタート記念パスファインダーパックが送られてたんでね、この受け取り所の司令部ポストから受け取ったんでね。まず受け取ってない方やね、これから購入するっていう方は11月17日までにログインしてこの受け取り所の方で受け取ってください。こういう感じで、こういう感じでね、ユニフォームはこれ、師団パックなんだけど、こういう感じで、これ、師団空挺、で、師団機構、で、師団派遣、師団山岳ね、こういう感じで。
はい、以上にしたいと思います。はい、今回はねスタート記念パスファインダーパック解説のプレイ実況をやっていきました。あとよろしければチャンネル登録の方もぜひともよろしくお願いします。はい、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。